イリュージョンとは、技術のジャンルである。人間や、大きな動物が出現、消失、変化、不揚するなど、大掛かりな仕掛けを用いた技術である。イリュージョンを演じる、技術師をイリュージョニストと呼ぶ、国際的なマジックの大会、フィザムのグランドイリュージョン部門には、日本人としては、ナポレオンズが1998年に3位、入賞した、2008年にイギリスで行われた、 ジュニアマジックの世界大会では、三条兄弟が、イリュージョン部門優勝、グランドチャンピオンに選ばれた。ハリー・ケラーのポスター自分、または、他人の体を空中に浮遊させる、デビッド・カッパー・フィールドが演じた、フライングが有名。彼は、ステージ上で複数の金属の輪をくぐり抜けたり、透明な水槽に出たり入ったりしながら、空中を飛び回り、さらに観客の女性を抱きかかえての飛行も行った。 一世紀頃にはすでにヤンプリスという記述師が空中を飛行したという記録があるがどのような方法を用いたのかは分かっていない。1820年頃にはインドのマドラスでブラミンというヒンドゥー行者が空中であぐらを描く技を披露している。これを改良して1847年10月10日にロベール・ウーダンは息子のウジェーヌを浮養させる記述を所演した。他には ジョン・ネビル・マスケリンの、ボーガの行者や、ハリー・ケラーの、カルナック王女の人体不要術といった演技がある。詳細は、脱出術を参照おなじみの中国の水ローロープや鎖などで拘束されたり、大きな箱に閉じ込められたりした上で、箱が爆破されたり、上空から投げ落とされたり、水槽や地中に沈められたりする。その後無事に帰還する、デビッド・カッパーフィールドは爆破されるビルから、 脱出している。この分野では、ハリー・フーディーにの、中国の水ーの演技がよく知られている。1.5メートル0.6メートルほどの水槽に、手枷と足枷で拘束された状態に入れられ、そこから脱出した。1912年9月初演、ゴールディンの人体切断人の体を上半身と下半身の二つに切断する。その後元に戻す場合が多い。クリス・エンジェルは、 女性の胴体を切断し、上半身だけが地面を這い回るという演技を行っている。またデビットカッパーフィールドのレーザーではレーザーによって彼の胴体が切断され、上半身が下半身を抱きかかいた状態でジャンプしたりする。人間に限らなければ、紀元前1700年頃の書、ウエストカーパピルスにデディという記述誌がガチョウや牛の首を切り、それを元に戻したという記録がある。 15世紀から16世紀頃には人間の首切り術を行っている会話が存在し、1584年にレジナルド・スコットが出版したディスカバリー・オブ・ウィッチクラフトで解説がなされている上半身と下半身を切り分けるものとしては、PT ・セルビットが1920年12月に美女の胴体切りを見せたのが最初。彼は助手であるジャングレン・ローズを木箱の中に入れ、 木箱に薄い板や剣を突き刺して鉢分割した。その後板と剣を取り除き、木箱をノコギリで切断してしまうが、その後助手は無傷で箱から出てお辞儀をする。翌年の1921年1月27日に舞台で初演された。しかし、この後ゴールディンが人体切断は自分が1909年に開発していたとクレームをつけている。詳細は ペッパーズゴーストを参照ステージ上に幽霊が出現するイリュージョン。幽霊は壁をすり抜けたり別人に変化したりそのまま消失したりもする。考案者は発明家のヘンリー・ダークスであり、彼はダークス式魔術言動と名付けていた。初めは注目されていなかったが、ロンドン工芸大学の講師であるジョン・ヘンリー・ペッパーが注目して改良を加え、1862年のクリスマスイブに、 ロンドン工芸大学での劇中で上演された。その後、ペッパーの幽霊と呼ばれるようになり、様々な劇場で演じられるようになった。ペッパーは一部の人だけにこのイリュージョンの原理を舞台裏で教えていたが、その中にはイギリスの皇太子や科学者のハラデーも含まれている。机の上に旅行カバンを置き、それを開けると人間の頭部が出現する。その人間は最初は目をつむっているが、 合図と共に目を開き、死を朗読したりする。最後に箱に戻すと、首は消失する。1865年10月16日に、ロンドンのエジプシャンホールで、ストダー大佐が初演した。初演の前から、タイムズ氏には、広告が載せられていた。1877年頃には日本に伝来して、横浜で演じられた、17世紀のインドで演じられていた、ヒンズーバスケットという記述では、 竹で編んだ籠に子供を入れて消失させている。文献上、日本で類人の行為をやってみせたのは、竹田信玄の軍配者である、小笠原源、与たえひで、紅葉軍艦牧四品、第7には、風呂に入り、上から人々に蓋を押さえさせ、知らぬ間に外に出ていたと記述される。この他にも、源のあは、夜の会合の席で、向かいの山に火を立てて見せようと言い出し、 実際、火を立てて見せたことが、紅葉軍艦に記され、技術を用いた面が見られる。また、本格的な消失としては、ドコルタの消える貴婦人が有名である。ステージ上に置かれた椅子の上に女性が座り、マジシャンがそれを絹のショールで隠す。ショールをどけると女性は、ステージ上から消失している。考案者は四つ玉や消える鳥籠などの発明で、知られるドコルタである。 彼はこれを演じるとき、ステージ上の床に隠された落とし穴がないことを強調するために、床に新聞紙を敷いていた。さらに大規模な消失としては、ハワード・サーストンが自動車、ハリー・フーディーニが像、ジーク・フリード・アンドロイがディズニーランドの城、デビッド・カッパー・フィールドが自由の女神像、ジェット機、オリエント急行を消失させている。日本では黒技とも呼ばれる。 舞台から客席へ強い照明を当てると背景が黒い場合は舞台上の黒いものが見えなくなるという原理を用いた記述のことこの原理を用いると骸骨にダンスをさせたりだるの中から幽霊が出てくるといった様々な現象を起こすことができる西洋では19世紀頃に盛んに演じられたが日本ではそれに先駆けて原禄時代の塩谷長次郎がドン馬術として演じていたまた 江戸時代の歌舞伎でもこの原理を用いて大釜が火を吹いたり人の首が飛ぶといった演出が行われていた。五十音順、ありがとうございます。